まあ、こういう、どうせやるならこういう選手、自分にちゃんと全てをかけて戦ってる選手と一緒に組む方がいいかなっていうのと、まあ、自分もこの選手と契約したいっていうふうに、こう、やっぱり押す、会社を押すっていうのはやっぱすごくエネルギーがいるので、いや、そう。その、まあ、ヒューイット選手に関しては、とにかく見た時の目つきですよね、やっぱり、こう、絶対自分に妥協しないっていう意気込みも感じましたし、まあ、こういう、どうせやるならこういう選手、自分にちゃんと全てをかけて戦ってる選手と一緒に組む方がいいかなっていうのと、まあ、自分もこの選手と契約したいっていうふうに、こう、やっぱり押す、会社を押すっていうのはやっぱすごくエネルギーがいるのか。いや、そう、そうだと思います。そこのところでやっぱり、戦績とかですね、やっぱり見た目とかっていうものだけじゃなくて、この人のためなら会社とやり合ってでも契約まとめたいなっていうやっぱり気持ちになったっていう部分では、何かやっぱり惹かれるものが今思えばあったのかなっていう思いはしますね。今振り返ってみて、そのナンバーワンになられた選手の、まあ、その要は、まあ、ジュニアの時代じゃないんですけども、まあ、日本でもやっぱりジュニアで、ね、世界でもそうですけど、まあ、戦績がすごくて、でもそこから出てこなかった人ってたくさんいると思うんですけども、その二人に共通する共通点って、こう、なんかこう、今振り返ってみるとあったりするんですか？そうですね。まあ、二人に共通してる点っていうと、すごい家族が、彼らにいろんな部分で深く関わってるっていう意味では、テニスに関わってるっていう意味では共通してるかなと思うんですね。うん、で、まあ、樋口選手の場合はお母さんがコーチであり、まあ、若い時はお母さんがもういろんなことを本当指示して、フィジカルコーチも兼ねるぐらいな感じで体のケアもしてっていうのをやってましたし、まあ、ヒューイット選手もお父さんがもう、チームの監督のような感じで、コーチにも指示を出したり、フィジカルコーチにも指示を出したり、まあ、本人とも当然やり取りをしたりっていう意味では、そのお父さんお母さんの関わり方がうまかったのかなっていうのも一つあると思うんですね。まあ、もう一つは2人から共通するのはやっぱりすごいストイックですよね。何にでもやっぱり自分の決めたことを曲げない。それから、まあ、オフコートでのやっぱり真剣度っていうのは2人ともすごかったですね。やっぱりすごく、まあ、今で言えばプロフェッショナルな感じもするし、本当ストイックに、まあ、ルーティンが決まってて、もう自分が決めたことは必ずまずやるっていう、そこのポリシー、自分が自分につけたポリシーみたいのは曲げてないなっていうのは2人からはすごく共通しては感じましたね。例えばその今親子の関係というのじゃないですか、その、まあ、日本ね、この日本人の、まあ、いわゆるそのテニスでの親子の関係と、その海外の選手の親子の関係って、こう、関係性はこう、ちょっと違う点とか、似たような点とかあったりするんですか？そうですね。まあ、日本の親、選手とお父さんお母さんっていうのが、やはりある程度、今のこの大会の仕事をするようになってとか、協会の仕事でジュニアの大会に行って見る、ぐらいしかお父さんやお母さんと子供の関係っていうのはなかなか見れないんで、それをベースにしてしまって、まあ、こうやって話をするのはどうかなと思うんですけど、ただ、その、樋口選手とか、ヒューイット選手とか、まあ、海外の選手のお父さんお母さんと取り組んできた選手たちを見ると、やっぱり、オンコート、オフコートでの使い分けっていうか、立場の切り替えがすごく上手だなっていうのを感じますね。例えばオンコートではもうお互い罵り合って、テニスのことをもうとことん突き止めて、このままで今日ご飯行こうって言ってたけど、どういう顔でご飯行くんだろうなっていう感じで行きづらいから断って、今日は一人で食べた方がいいかなっていうような空気の練習の時もあるんですけど、ただコートを出てお互いに片付けしたり、まあ、シャワー浴びに行ったりして、帰ってくると何食べようかっていう感じでまたスッと戻れるっていう。で、そういう時には、お母さん何食べたい、お父さん何食べたいっていう普通の会話ができるっていうのは、すごくやっぱり、この切り替えの速さっていうのを感じましたし、あとに引きずらない。それから、お父さんお母さんが必要以上に選手たちの、こう、何したいとかいう感じで、こう、
子供たち中心にあんまりしないっていう意味ではちょっとまあ日本のお父さんお母さんの方が子供たち中心になりすぎてしまったり、逆にあのお父さんお母さんがあの独自のペースで引っ張りすぎちゃったりっていう、こう選手と お父さんお母さんのバランスっていうのがちょっとうまく取れてないのかなっていう気はするときはありますね。さっきの英語の話を聞いててもそうですけど、やっぱり形からこうね、英語文法を覚えて外国に行くという、もうコミュニケーションを取ること自体が大切だっていうお話を聞くと、やっぱりこう、日本人でね、こうね一概には言えないですけど、こう、ね、そうやってこう、コミュニケーションをまず取ってみるっていう大切さと、まあ、その切り替えの速さですね。そこは。うん、いや、これね、時間が本当に、ちょっと、すいません。ありがとうございます。なんかね、はい、ちょっとたくさん質問したいこととかもあるんです。今、すいません、あの話がコロコロ変わってしまいました。はい、今コロナでね、自粛生活、まあ、海外だともうロックダウンかなってしまってるんですけど、そのトップの選手の過ごし方っていうことと、あとその今日本のジュニアの選手に向けて、その今やっておくべきこと、今だからこそやっておいた方がいいことっていうのが、もし何かこうあればその2つの話をお伺いしたいんですけども。そうですね、アメリカ、特に私今カリフォルニアに住んでるんですけど、カリフォルニアとやっぱりアメリカ、今ニューヨークがすごく感染者の方が多くて、比較的早い段階で外出禁止令に近い州知事から出たりして、まあ、今いまだにまだレストランとか、当然テニスクラブ、テニスコート空いてないですし、学校も早いうちに、閉まってしまいましたし、そういう意味では日本よりもすごく厳しく早めにそういうところの判断は政府がしたのかなっていう気はしますね。で、見てるとトップ選手たちと、まあ、選手たちいろんなやり取りしてると、やっぱりこんだけ長く自由に時間使える時がないので、みんなどうせツアー再開するまではまだ何週間もかかるだろうっていう気持ちでいるのか、好きなことやってる人が多いですね。あ、だから普段やれてない勉強したりとか、絵を描いてみたり音楽してみたり、そういう意味ではプロたちは比較的自分のために時間を使ってるのかなっていう気はしますね。あとは、まあ普段家族と一緒にいることもないと思うので、子供たちと時間を過ごしたりっていうして、過ごしてる選手なんかはよく、SNS とかで見ますし、やり取りしてても、子供と公園行ったんだとか、散歩今行ってきたっていうやり取りをしたりっていう意味では、そういうふうに時間を使ってる選手が多いなと思いますね。まあ、あとは、ジュニアの選手なんか、こちらで教えてる選手とかには、まあ、連絡を取って、まあ、何でもいいから、ちょっと運動したりとか、あとは自分でやっぱりこうずっと家の中に、とにかくアメリカ今買い物も行けないし、買い物出た時にはマスクしなきゃいけないとか、マスクしないと店に入れてくれないって結構徹底されてるんで、やっぱり子供たちには散歩ぐらいにして、外に、には庭とかはいいですけど、あまり外に出歩かないようにとは言われてるので、やっぱりこう気持ちがどんどん内側に向いちゃうというかですね、これいつになったら、行ける、外に出れるんだろうとか、まあテニスやってる子はいつになったらテニスできるんだろう、学校好きな子はやっぱり学校いつ行けるんだろう、友達にいつ会えるんだろうっていう、思いはあると思うので、まずその気持ちをやっぱり、途切れさせないように、何でもいいから、そんなにテニス本当に壁打ちしたりとかボレボレしたりっていうなくてもいいけど、やっぱりちょっとテニスの動画を見てみたり、戻った時に何しようかなっていうふうに思いを巡らしてみたりとか、やっぱり気持ちが途切れないようにするとかですね、コーチ何してるって来た子たちには、そっちはどう、元気っていう普通の、まああんまりこうこれやんなきゃダメだ、あれやんなきゃダメだよということよりも、やっぱり気持ちでこう時間が楽しく過ごせるようにっていうところからですね。それからまあこっちは比較的多分2週間前とか3週間前にこのぐらいをめどに再開し、外での活動を再開させようと思ってるっていう、まあ閉めるのも早いですけど開けるのも比較的早いっ
とは希望では思ってるんですけど、まあそうなった時の情報開示も早いと思うので、そうなった時には少しずつやっぱり縄跳びしたりジョギングしたりしてコートに戻った時にまたできるだけ今までその休む前と同じペースで練習ができるようにはしといてね、考えといてねっていう話はしてますね。それであのテレビでやってると同じかそれ以上にやっぱそっちは厳しいんです。そうですね、あのまあいい例えなのかどうなのか分かんないですけど、アメリカ人がこれだけ